面的利益を上げるために山と芋が生きて生きてたから、ただのざく切り輪切りステーキに春だしをかけて炒めたら美味しいのかな。形のまま食べるとホクホクしてるわけでね、味気がないんでね。皆さんも麺切りと食べるために、食べるためにネギと山と芋で、ね、しっかり食べて体を温めてください。はい。お醤油、鰹節とお醤油をかけて出来上がり。